はい、どうも皆さん、こんにちは。チャオリンゴと言います。トライブストップミッドガルド、今日もやっていきましょう。まあ、ソロプレイも楽しいんですけど、せっかくね、マッチメイキングとかあるから、これも今日はね、ちょっと触ってみたいかなと思います。で、その前にいろんなね、このゲーム、もちろんソロでも遊べるんですが、なんかこういう、まあ、アバターの、それこそ 姿変える要素とかいろいろあるっぽいんで、このあたりもちょっと見てみましょうか。チャレンジか。シーズンパスってわけじゃないけど、なんかそういう感じのもあるよな、きっとな。スターターキット。あ、そこ、そうか。実績みたいなのが実績ってなんだ。実績みたいなものが、こう、実質、こういった報酬にもなってんだな。というのをちょっと見つつ、設計図って何？ああ、はいはい、ジャーナル。さすがに姿変えてあげますか。おっと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 。村人スターターキットだってさ。これ選択してんの？選択してる気がするんだけど、なんか全然適用されない気がするんだけど。なんでだろう。まあいいや。と、まあこんなものもあります。これいつ反映されるんだろう。で、まあ課金要素と言ったらあれなんですけれども、あ、スターターというか初めてもらったから、なんかこれもらえるのかな。お金100円あるじゃないですか。あれさっき手に入れたやつよね、きっと。プラチナコインか。金のホルンっていうのは前パート2取った時にゲーム中でも出てきたけど、なんかこういったものとも交換できるんだな、ということもありますが、じゃあマッチメイキングやってみますか。いきます。10人。これさ、どこがゲームの始まりとか終わりになるんだろうな。かなりテンポ速くなったりするのかな。まあ、とりあえずやってみましょうか。これどうなの？あ、なんかもうみんないるよ、もう。今誰かが死にましたって出てきたね。これ、なんか誰かのゲームにやっぱ参加してんのか？チャットもあるんだ、一応。で、もうちょっとで敵が来るっていうところからも始まるのか。あ、1日目からもう参加させてもらってるんだ。お、すごいね。へえ。なんだこの感覚。とね。あ、道具がないんだ。そうだ。この感覚は、なんだろう。ゼルダの4つの剣やってる時の感覚に似てるのかな。今自分が経験あるゲームだとそれに感じた。まあ、10人いるんですけど。あれ？これなんかもしかしてボイチャーとか、ボイチャーオンになったりするの？これ。それは申し訳ないからやめたいんだけど。ごめんなさい。ボイチャーゼロにしました。さすがにちょっとね 突然なんかやってきて一人で喋りやまくって日本人で頭おかしいから嫌なんですね。で、まあ、ここは一人と同じですが、とりあえず戦っていけるっぽいんですが、ああ、ただ気をつけなきゃいけないのは、一人の時と、まあ、モンハンみたいなもんですけど、難易度多分変わってるから、あ、これで一日は終わりか。OK、回復した。まあ、セーブして終わるっていうのがあったから、途中で終われるのかなとか思うんですけど、まあとりあえず自分のことは自分でしなきゃいけないかな。これスターターキット持ってたら剣とかは持ったまま始まるんだね。まあ、ここでセーブして再開したらどうなるのかっていうのはちょっと気になるんですけど、センキュー。というわけで流れはパート2とあんま変わんない気も、パート2、1とかあんま変わんない気もしますが、みんながいるっていうところで、ちょっと遊んでみましょうか。いや、まあなんか周辺の木切りやがって 残ってないじゃんって感じなんですけど。まあ、もらえるもんもらっときましょうか。今ですね、ちょっと遠いところに、あれ行ったりしたんですが、
なんかこれ、前もあったけど、お、そう。これ、おじかだよね。あ、ちょっと待って。話す。おじかが、世界一から降りてきたって、前もイベントあったんですけど、お、千人編来るのか。へぇー。まあ、なんでしょうね。あ、APX というところの、多分ケアパッケージみたいなもんだと思うんだけど、なんかくれるんだ。すごいね。まあ、ちょっと、たまたま近所にいたから、話しかけに行ったんですけど。という、まあ、イベントもあるわけだな。まあ、そんな感じで、二日目を過ごしてますが、まあ、どうせね、今のシーンって、前とほとんど変わんないんで、地味なところはカットしていこうと思いますんで、こういったちょっと変わったことがあったら、撮影するようにします。まあですね、マップで言うと、この辺りまで来てます。なんか他の人もやってきてるけどね。ちなみに、これ、祝福って言って何これ、職業なのかな？クラスがあるんだ。レンジャー、オーリア。これなんか、ポイント変わるのか。祝福ポイント3。なりますかと言われたらなんか、後悔しそうで嫌だよね。レンジャーか。一撃離脱を繰り返す。怒との電撃を表せる。まあ、男はこれだよね。あ、なるほど。へえ。こうやってスキル選べたりするんだ。チェックポイント2。でもちょっとやっぱ変えられないみたいなんで。注意ですね。いろいろ取得してみるか。斧か。斧持ってないから。まあ、とりあえずこれでいいか。4番目のマナーゲージを獲得。お、強いやん。ってな感じにしてみました。まあ、見た目が変わったりすることはないんだけど。あ、やべえ、ちょっと夜が来るか。そろそろ。新たな素材が欲しいですね。本当に。マップから見てどこに行こうか。結構遠く行ってる人いんな。よし。僕も今回こっち側行ってみようか。これはなんだ？でかいな。お、何これ？魔術師？ちょっと待って、あ、銀だ！え、本当にソウルでくれるの？この人。ください。え、めっちゃ欲しい。クラフトしてくれんのこの人。どうしよう。銀3つ。他のちょっとレア度がわかんないな。まあ、1個ずつもらっとっか。やった、銀手に入った。これあとなんか作ろう。しかし、銀って他の入手方法ないんですかね。でもやっぱソウルって重要じゃん。木とか伐採しまくろう。これさ、今日僕いなくてもいいかな。なんか別に大丈夫じゃねえとか思ってんだけど。村で助けを必要とします。いや多分大丈夫、今日は帰らないから。朝帰りだよね。いや、これチャットとかで、ね、昨日何してたのか問い詰められそうだよね。まったく。いや、でも遠く来ちゃったら遠くの探索したいんだよな。まあいいだろう、まだゲーム発売したてでルールとか確定されてないから。ちょっと遊んでいます今日。そして村の周り以外では特にモンスターあれたりもしないから、まあ別にこういうのもいいのか。お、何これ、入るってあったぞ今。これ何、洞窟だ。お、洞窟とかあんの？すごいね。まあ、村は大丈夫だろうっていうことで。お、すご。楽しいね。これ実際ソロモードと何も変わんねえな、やってることが。ちょっとやばいか。
に倒そう。ちょっと待って。うまい。急に来たな、みんな。危ねえ、危ねえ。無茶はできねえ。いや、ちょっと待って、あれやばいやつでしょ。いけないこともないな。ちょ、武器これだ。あぶねえ。あー、武器は結構な頻度で壊れちゃうんだな。あ、やべえ、巨人誰か倒しちゃった。くそ。何やってんだ。スティック押し込みよく間違ってやっちゃうな。素手になっちゃうことがある。こんなもん。ああ。ああ、惜しい。いや、やばいやつだ、こいつきっと。やばいやつだ、やばいやつだ、やば。さすがに痛いな。ちょっとダメと誘った。さすがにまずい攻撃してた、攻撃力してた気がする。来ない？こっち。こっち来い、無理やりやってしまった。あー、でも武器限界だな。どこまでやるかな。いや、奥まで行ってみよう。ダメだったらワープで帰ろう。お、今夜はヘルの眷属が現れない。マジで金じゃん、すげえ金だ、やった。そっか、こういうのがあるのか。いや、奥行かなくていいから、なんか取れるもん取っとこう。と言ったけど、そんなにないよな。初めて手に入れたわ、あんな。金か。今日は敵来ないらしいですね。そんな日があるのか。うわー、やばい。まずいな。いや、ダメだ。ちょっとあいつには勝てん、さすがに。一発500ぐらいもらってるから。いやー、しかし。ここまで離れればさすがに追ってこないでしょう。武器もあんまないな。ごめんなさい、出ます。さすがにあいつには死ぬ。まあいいや、金もらえただけで。しかしこう考えると武器も数持ってないといけないのかなと思う。一個に頼るとか強いとかそういうことではなくて。こんなやつはどうでもいいんですけど。デックアールに捕まったものが目撃された？何それ。で、なんかメイン目標変わってますよね。氷の頂の橋を修理する。氷の頂、どこだ。なんかマップに出てるのかな。あれはどうでもいいとして、え、あそこら辺氷のなんて言うからさ、白いエリアとかはきっと関係してんのかなと思うんだけど。ただいま。運よく手に入ったもんで何かできないか。クリスタル。あ、銀のそれを走ればこれいけるじゃん。アメジストをいつの間に手に入ってたんだ。いや、でもまずは武器とかでしょ。武器もでも壊れちゃうのか。え、何これ。え、これもらっていいの？何これ。え、なんかめっちゃもらった。
は？ いいの？あんなに。ハンマーだ。ええー。てか、装備は、服関係も変えられるよね。あ、誰かが上位のものを作ったから落としてったのかな。そんな感じ？例えば、ここまではもう、これは こういうのさすがにいらんから。落としてもいいわけか。ありがてえ。なんか違う意味だったら本当に申し訳ないんだけど、まあいいや マップもまあ、みんな歩いてますね。沼沢は、さっき言ったとこじゃない。お、ハンマーもらえんだ。じゃあこれにしよう。アッサって誰？っていう感じなんだけど。ここらでしょ？まあ、これはいい。個人クエストはびっくりマークらしい。ああ、ここね。はいはいはい。じゃあちょっと行ってみるか。この人何やってんの？採掘場？あ、すごい、なんかできてるんだ。いや、ちょっと見たい。やめなさい。すごい。マジで。あ、勝手に送られるんだ。ちょっと待ってね。巨人来てる。マジで。あ、いや、違う、入ってきただから後でいいのか。あ、ここも別に村に入ったわけじゃないのか。そっか、採掘場を誰かが直してくれたんだ。クエストのね、依頼の地に来ました。どこにいる？ああ、この人か。朝、おばちゃんだね。うん。この言語を受け取ったのはお前だろう。このこれた目にもまだ、ん なんだこの感じ？才能か。ごめんなさい。変なとこで釘から読めなかった。クエストです。何をやるの？あ、はいはいはい。マップに出てるかな、具体的な場所。トロールっつってたよね。あ、ええー、は？何それ。くっそ。なんかね、上の段からダッシュ使えば降りれるんだ、なんて思ってたらさ。マジで。あ、でも別に、そんなに大丈夫か。マジか。急に落ちた。ソウルを失ったぐらいか。マイナスになってんの。まあいいや、村に戻れてよかったねって感じで。今日は真面目に戦うか。ちょっと待って、縄文が閉まってる。体力メーター見ながら普通に殴ります。うん、なるほど。 ごめんなさい、僕本当に迷惑だったな。申し訳ねえ。うわ、ちょっと待って、何これ。ちょっと待って、装備を整えよう。もしかしてトロールってあいつ？ちょっと待って、ちょっと待って、いいか。こういう時のために持ってきたものがある。違う違う違う。これは装備すると2に入れるんだ。よし。ちょ、ワープしないで。全力でいくぞー。あれ？あ、いたいたいた。多分体力的にいけないことはないだろう。やば、ポーション使って。
よっしゃ、いったいった。素早さの霊薬、まあ、いっぱいで持てないか。こいつこそがトロールかなと思ったんだけど、そうではないのか。今ね、またちょっとミッションが普通に終わるもんなのかなと思いながらいろいろやってるんですけど。あ、でかっ。しかももうアイテム取られてる。普通の宝。瓶か。ちょっと遊んでくるか。悲しいね。もう宝箱開いてるとかさ。つうかチャレンジのねアイテムを探してるんですけど、どこにもねえな。トロールの目だっけ。どこで見つかるもんなんだろう。ああ、ちょっと、うわ、270、相当的強えな。ここはですね、僕がずっといた沼沢っていう地から、さらにまた下がって、この強いエリアですね。相当敵が強そう。そしてなんかめっちゃライフ下がってね。何これ？寒いから。やばいやばいやばい。帰ろう帰ろう。は？ちょっと待って、死ぬじゃん。というわけで、あんまり適当に入れる場所ないね。レベル上がった。祝福入ったから、早速あげよう。マナ増えることは悪くないと思う。武器交換時にマナを維持する。これかな？あ、何こいつ。すごっ。倒せないこともないか。